んにちは、栗山工房片染めチャンネルです。今日は新作半幅帯一挙ご紹介と題しまして、動画の方をお届けしようと思います。今回もゲストをお迎えしております。どうぞ最後までご覧ください。はい、今回もコーデのポイントをご説明いただこうかなと思っておりますけれども、ゲストに、吉澤明子着物着付け教室より着付け師であり着付け講師であり、着物スタイリストであられる大久保ゆかりさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。長い名前ですみません長かったはい、一堂に返して今並んでいっておりますけれども、ちょっと一つ一つご紹介していこうと思います。はい、まず最初にご紹介するのが日光椿。日光椿で、ね、前回の動画でもご紹介しましたので、こちらの方はね、前回の動画の方ぜひご覧くださいませ。で、色違い可愛くないです？可愛いです。私こういうのでもすでしょうでしょう、可愛い。こういうところが出てくるの、ちょっと大人っぽい雰囲気のところです出てくるので、でもやっぱりこの、なんつうの、つなぎ目のところがね、ふわーっと馴染んでるんで、今日初めてこの横動画を存分に使えてる。いいでしょ？基本がここですね。そうそう。ね、基本が、ここが基本ですね。このピンク系の可愛らしいというか、大人ピンクの楽しみみたいなのを、表現したような彩色をしてますけれども、そこにちょっとね、紫とかが活かした色の部分で、ちょっと移行期間の部分っていうような感じになってるので、うん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 、で、後ろ側がこれ取り出す気丸もんっていう柄なんですけど、これあれですね、さっきのこっちのお色と裏地柄が違いますね。だよね。あ、素敵。変えたんだな、私。いや、でもピンクの方がちょっと可愛い感じの柄。うん、なんかトラディショナルな感じしたなと思って。そうですね。トラディショナルなね、取り出す気丸もって柄つけました、うんうん。いいでしょ。これがちょっと出てきてもいいし、斜めにこうなったりとかね。ずれて見えてもいいと思います。で、こういう先ほども割と正統派に近い。うんうん、雰囲気でね、あのブルー系の時と同じようにこういう紫のお色ね、ね、うん、この白入ってるのやっぱりいいよね。そうですそうです、うん、優秀優秀、うん、グリーンでもいいし、グリーン、あ、本当ちょっと優しく、うん、マイルドになるよね。そうそうそうだと思います、うん、ちょっと、うん、なんだっけ、スモーキーなくすみカラーのグレーとベージュ、いいね、これも、うん、ここの色と ね相まってるからすごい素敵。これはもう大人のコーディネートになると思います。うん、うん、はい、日光椿の方ご紹介いたしました。はい、続いてご紹介するのが恋の滝登り。前回もね、動画でご紹介しました。こちらの方はね、前回の動画ご覧いただくとして、こちらのブルー系やっぱりあの波の模様に青っていいじゃないですか。見てくれた、出ました。ここにね、赤ってね、ちょっと強すぎて、うんうん、そうですね、青に赤ってやるとちょっとやらしいなと思って、うん、紫にしました。紫の恋っていいのかどうか知らない、まあ、大体青の恋かって知らんけどはい、いいよね、こういう感じで、うん、で、裏地の方もこれは大島F ね、で同じくこう合うようにね、トーンを合わせてブルー系にまとめてみました。もうすっきりコーデ、うん、ですね、なるんじゃないかな、水色っていうところで、うんうんうん、と思います。帯締めはどんなの持ってきたら、え、まあ、あの前回ご紹介した、うん、そうそうそう、この子もいける子、いける、ビューン、これこの人すごいおしゃれよね。おしゃれだと思います。でここでそれこそ紫と紫、うん、こね、あの前回はグリーンとこの、ね、ブルーグリーンとなじませてっていうお話だったんですけど、一色どこかね、つながりがあれば、あのそんなにびっくりするほど離れることはないと思うので、うんうん、で前回のブルーグリーンの時にはこの黒を持ってきたと思うんですけど、これだとちょっと今回はこううるさくなってしまう
まあ、こういうのがお好みの方もいらっしゃるとは思うんですけど、ちょっと離れてしまいすぎ、うん、になるので、お柄は一緒なんですが、少しこれも同じトーンの茶系と紫が入っているものに変えてあげると今度はそう馴染んでくる。ちょっとのことやのにやっぱり違うよね。うん、すごい。これも可愛いね。ね。ですよ。本当になんかこういうのうろこみたいな。そう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 。わかります。ね。いやいや、ポイントになりつつ馴染むって。あ、いや、これいい。ね、これも可愛いですね。うん。これだったらこっちはいける？いけると思います。あ、もうこれはいけるね。うんうん、この大島柄っていうのが割とそのこれはワントーンで染めててくださっているので、うん、無地感覚、うんうんうん、なのであの何でも恋だと思いますこの子は、うんうんうん、いや本当今3通りご紹介 ね、さらに帯締めも3通りとかすると本当、うん、無限、うん、あったねはい、楽しい一つになるかと思います。はい、次にご紹介するのが山帽子。山帽子、うん、これねうちのねヒット柄で本当いろんなものに、ね、割と染めてるんですけど、うんうん、見ます。紅茶なんやね。白の花ってやっぱり綺麗なんですよ ね、うん、なのでなんとなく季節があるようですけど、うん、あまりも別に気にせずに、うんうんうん、あの彩色してるのも葉っぱばっかりなの で、 あ、そうですね、どっちかというと葉っぱの方に皆さん目が行くので、あの楽しく締めていただくといいかな、うん、で今見えてるこうね紫のんとどちらのグリーンのね、グリーンがさあ探そうか探そうかとかねどこやどこやどこや、今度こっちがねこういう紫系からグリーン系が出てくるわけですよ。こっちなるほど、こっちはブルーから出てきてグリーンにつながっていくんですね。うん、うん、すごくよくない、どこをね締めたかで、あ、全然違う、もうもはや別の帯、別の帯よね、うん、うわ爽やか、うん、素敵、あらやだあらやだまだ小芝居が入ってるこれもね、あのお柄としたら栗山さんらしいという正統派的な柄なんですけど、コーディネートどういう風に楽しんでいったらいいと思います？やっぱり正統派のものには、うんうん、あの正統派で合わせていくのが合いやすい、うん、合いやすいです、うんうん、あの悩んだ時にどう合わせたらいいかなと思った時にその中にある一色選ぶだとかっていうのが、まあ、そのセオリーよく言われる、まあ、あの絶対外さないよねって言われるものなんですけれども、うんうん、ちょっとでも遊びたい、うん、遊びたい、ちょっと遊びたい、うんうん、であの色の数が多くなればなるほど難しくなるんですよね、うんうんうん、ね、色数っていうのが。でもあの栗山さんのものってたくさんの色を入れておられるにもかかわらず、あの複雑だけどなんていうのかな、そんな派手派手しくってならないじゃん、ごちゃごちゃしないじゃないですか。それきっとね、あのグラデーションをうまく使われてるからなのかなっていうふうに思うんですよね。なのでこれもブルーと薄いブルーとか、ね、あの茶色と、ま、あのからしに近いようなもので、グリーンなんだけど茶色に近いグリーン、なんかそれぞれがちょっとお隣同士みたいな感じで、なんかこう親戚集まったみたいな感じだから全体があの仲良くファミリーでまとまりがあるのかなと思うんですね。なのでそれに習って、例えば、ね、全然違う色と思わずにね、少し親戚数字、あ、かわいい、ね、全く同じじゃないんですけどちょっとお隣さんみたいな感じの色を入れてあげると、うんうんうん、ね、あの楽しさもある、その馴染みすぎて地味にはならない、ちょっとアクセントも入れたいなだけど、うん、っていう時に聞いてるよね、馴染んでるようなんだけど聞いてるよね、少し聞かせるっていう、うんうん、やっぱこういう楽しみ方っていうのも着物の楽しみの一つだと思うので、うんうん、馴染ませるだけじゃなくてちょっと聞かせたいっていうようなね、いいと思う。これだからこの黄色使ってこっちもいけそうな気するよね。そうそうそう、気がしますね。ここがお隣さん同士になってくるのかな、うん、さらにこれはこのグリーン系が出てくるので、そうグリーンと黄色もお隣さん同士ですよ ね、 合うよね。
合うと思います。かわいい。他の帯締めは、ね、ってなった時にちょっと、まあ、あの今のあこっちでもいいですね。紫もいいよね。いいですね。裏面ね、これ、うん、両A 面ね、両 A 面あこういうのって背中の見えないところでねじってあげると右と左と違う色で2色使えて楽しめるんですね。なるほど。そうで半幅帯とかでも後ろこのふわっとするところで、うん、後ろでキュッとあの半回転してあげて、うんうんうん、こっち紫こっち黄色とかってしてあげるのも、うん、またそれも楽しみ方の一つかな。おしゃれ、おしゃれ、いいこと言ったかもしれん。ね、そう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 。なるほど。そう、そうするとね、色の数は増えるけど、それでね、あの楽しさがまた出るのかなと思います。うんうん、はい、あとね、裏見せるの忘れてました。忘れてました。こっちね、英国サラサ、ショウ。市松正倉院模様、密かに市松になってる。本当ですね。まあ、昼夜になってるんですけど、うんうん、夜と昼になってる、うんうん、洒落てるでしょ。洒落てるって言い方がどうか分からんねんけど洒落てるでしょっておしゃれですね、うん、四角ってなんか結構粋なんですよね、うんうんうん、紫こういう感じね。いいよね。いいと思います。ってことはここに紫があるから、む紫持ってきたら馴染むよね。そうです。この主張そんなにないので。そうですそうです。で白が入るのですっきりするのもあるし、もうパンチ効かせようと思ったら黄色持ってくる、うんうんうん、使える使える使えると思います。この子でこのブルーにこれでもいいですよ。うまい。うん、綺麗。ここちょっとこう見せつつ、ね、そう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 、これはきっとこの色は画面映えすごくしてるんじゃないかな。ね、うん、でこういう感じ。そう、なじま、いいよね、なじませ、うんうん、面白い。なんかこの両 A 面両 A 面のやつ面白いね。ね、いいですね。うん、で意外とどんな帯にでも合わせやすいかもしれないです、うん、次にご紹介するのが日光ボタン唐草。これもだから日光シリーズので、あ、同じなんですよ。日光東照宮の柄だと思われます。なるほど。もう先生亡くなってんで聞けないですけど。かっこいいですよねこれね、この柄。いや、かっこいいでしょ。ちょっと大人っぽいっていうか、うん、ボタン唐草ってなんかかっこいいよね。かっこいいですよね。これも帯から取ってるので、うん、同じく帯のこの向きの、 あのお腹の部分で綺麗に向いていくし、うんうん、最後手の部分だけはちょっと絵がこっちへ向いてるので。あ、そうですね。誰がこういう感じに、ね、素敵なるっていう結び方していただいてもいいかなっていう柄になります、うんうん、この紫系とね、ちょっとオウムグレーっていうね。そうですよね。雰囲気全然違うんでしょ。違いますね。すごくイメージ違うかなと、うん、でさらにさらにね、さあ中身どんなんが出てくるか。こちら、あ、ここやね。グリーンが出てきました。もう全く赤を使わないこのシック、ね、シックっていうところね。もうこのシックなんに、もう絶対これがいいよね。かっこいいよね。もう、うん、ね、間違いないよね。もう今日は2人でもうこれはもうクールでシックでかっこいいでしょうって、うん、これだとちょっと馴染みすぎやな。そう、こっちぐらいがいいよね。いいと思います。かっこいい、うん、赤いとこ見せて、赤いとこでこれ持ってきてもいいよね。いいと思います。いいよね、うんうん、なんか黒までいかずチャコール、うんうん、やっぱ黒じゃない、真っ黒じゃないんです、うん、そこがいいかなと。そうで裏が取り出す気で、もうかっこいい、かっこいい、もうザワントーンコーデ、うん、え、好きやろ。大好きです思ったね。この場合やとこういうの持ってきても、ね、そうですそうです。はんなり、はんなり、うんうん、持ってきてもいいね。そう、いいと思います。でこっちの場合やとちょ、はい、こっちもやっぱモチーフがそもそもかっこいいの。そうですね。こちら、おお、なんかちょっとずつちょっとずつ、うん、そう、ね、そう、うわ、ちょっとずつ変わりますね。ここ紫、ここなんかオリーブグリーンみたいな、でここに他の延長がこう、ね、組み合わさってるんですよ。複雑に混ざっ
って間違い探しみたいに、うん、なってますよね、うん、だから本当に自分が今日どこを出したいか、うん、あの考えてちょっと考えないといけないけれど、そうです、ね、楽しんでいただけるっていう楽しさでもあるのかな、うん、大変と思うか楽しいと思うかもあなた次第、あなた次第これもかっこいい系、かっこいい、うん、でこっちにあったらこれはいいよね、いいと思います、ね、お品がよろしいです、うん、で裏面がこれいいよね、うん、こっちもいいよね、こっちもいいと思います、これはもうかっこいい、かっこいいっていうね、うん、いや本当いろんな風に楽しんでいただくと、そうですよね、なんていう帯になりました。はい、次にご紹介するのがいりこ菊、菊なんですよ、菊、うん、ここが細かい菊でしょ、それの菊の中に切り込んだ菊が入ってで、いりこ菊、なるほど、まあ、父が書いて父が名付けたのでうんだと思う。さあこれもどんなのね、探しましょう、探しましょう、まずこっちが緑が出てきましたね、めっちゃちゃうでしょ、めっちゃちゃうめっちゃちゃうちゃうちゃう、そうでもこれと同じがこっちに出るけど、あでも合うでしょ、合う でこの途中もいいのよ、あ緑ですよね、でこっちは緑緑緑緑って言ったらブルー出てくるんですよね、うん、ほらんでもはや最後は全部ブルーみたいなもうね、楽しいですね、この双子コーデめっちゃ可愛くないですか、そうでここが違うからめっちゃ可愛い、ねえ裏が違うからねえ、キャー雰囲気違うん ね、いや本当にこれは出るところでどこ出すかで楽しい変わりますね、このお花の柄のこの中心の部分の柄が出てるところとこのね、うんうん、花びらの先が出てるところで全然印象が、そうでもなんか帯留めするとかちょっと髪いってるとかやったら割とこっちがいいですね、ついてるとこの方がああいうのよ ね、これはどっちかってね、こう縦にそうイメージシンプルな大きめの うん、の時はこれぐらいいった方がいいし、うんうん、今私だとこっちよりも、うん、こっちの方がいいでしょ、かわいい、今柄のもん着てるから、うんうんうん、こっちよりねですね、でこの雰囲気もいいし、さっきのちょっとグリーンっぽいのねいいでしょ、うん、ね、色変わったでしょみたいな、そうですよね、これに合わせるのは、そう、今回ちょっとその菊、うん、とかその、いりこ菊とかっていうのが、うん、ちょっとなんか私の中で京都みたいなイメージがあって、うん、そうと、あとさっきおっしゃってたその帯留め入れてあげるといいよねっていうので、うん、今回はちょっと三部紐あの帯締めよりも細くなっていて帯留めとか飾りを通してあげるのにちょうどいいねっていう、そうやね、帯留めするときはそこに主張があんやから、そう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 、あんまりやりすぎずに、うん、なんかもう逆になじませといてあげてでその飾りと帯の柄を楽しんであげるとか、まあ、逆にでももう全然正反対の反対の色ででもあの細いのでねそんなに色の主張がないので、なるほど、逆に細いから、そう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 、太いのがドーンとあるとそこでブツッと線が切れてしまうんだけれども、あの細いのがシュッと華奢に入ってるぐらいだったらそんなに主張がないので、こっちでもいい、あこれも可愛いと思います、これなじむね、でも逆にこれにこれもあれいいよね、こうそうですの特にここに裏地がこう赤いの で、これがちょっとこちらっと見えたら、うん、いいよね、なじんで、ね、リンクする、うん、そう、うん、そう、そっちはそう、こっちグリーンがちょっと近い感じになるけど、そうですそうです、四角はなるんですが、ちょっとまあブルーが入ってくる要素があるので、うんねうん、あいい、ね、いい、ね、でこっち赤もありだよ、ね、ちょっと刺す感じ、うんうん、でこれでそれこそさっきの双子コーデお友達と二人で、うんね、帯締めちょっと交換こし合って、私今日こっち私今日こっちとかで、ね、お揃いコーデするのも楽しいんじゃないかなと思います、
いや、それ本当ちょっと楽しいね、うんうん、なんか違うのを ね表現できるのが、そう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 、楽しみ方が、まあ、お顔がつくことで絶対に一緒になることはないので、ね、そうです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 、でもなんか着物着る楽しみが増えるっていうか、うんうん、その場の空気がすごくこう華やぐっていうね、双子コーデもありです、ありですね、ちょっと面白い、うん、1,2,3,4,5、6つ子ぐらいになりますかね6つ子みたいね、ぜひあなたもはい、次にご紹介するのが、高間ゆりボタン、はい、ここにちょうど締めたらこうなるっていうねちょっとこれは生地が違うので、ね、そうです、また違った感じにはなるかなと思うんですけど、色が違うのでまたね、ここ三つ子やね、そう三つ子コーデです、うん、さあこうちょっと紫系のとこっちはグリーンだね、ちょっとアースカラーっぽい雰囲気が、さあめくっていくとこっちもこういう紫系が出てくる、紫が、うん、でも裏がグリーンなんでちょっと違って見えるでしょ、本当ですね、出てみても紫なんだけど、紫が出るとちょっとこういう雰囲気が違うでしょ、面白いね、なのでこの中間地点もなかなか面白いでしょ、ちょっとずつグラデーションしてんの、色こっち入れてあっち入れて、本当ですね、もうね本当に複雑だから同じもん多分ねないんじゃないかな、作れると思います、似たようなものは作れると思うけど、うんうん、全く同じっていうのは多分作れないです、私らもあの勘で入れているので、なるほど、うん、色自身はあの控え残してるんで決まってるんですけど、でもどことどこをねどうなじませながらぼかしていくかっていうのはその職人さんのその手の加減で、ここもすごく可愛い、すごいんですよ、この辺からのこのぼかし紫にかかっていきながらグリーンが少しずつね入っていくのが素晴らしい、帯締めしよう、そうしよう、しよう、帯締めしよう、これもねあの、いや本当は線でいいんやけどね、もうもはやだから線でいいんやけど、そう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 、してもいいよ、うん、うん、でもね、してもうちのいいのは まさか半幅してるに見えないんですよ、前から見た時に、うん、ってことは帯締めした方が、うんうん、なんか気軽にカルタとかで背中楽やでっていう、うん、だけどちゃんとしてるでっていうのができる、いうのがそうですよね、うん、もう私は個人的に帯締めと帯揚げしている着物姿が好きなんです、自分がね、うんうんうん、ないよりある方が、うん、なんかアクセサリーとかもこうねお洋服とかでもつけると楽しいみたいな、うんうん、なのでねあのこういう楽しみをね、これまた可愛いね、グリーン可愛いですよね、可愛 いよね、こうあんまり丸ぐけって私せえへんかったけどこれ可愛いね、そうなんですよ、すぎへんから、うん、そうなんか今日ね選ばさせていただくのにそのペタンコのやつとかでポップなやつとかシックなやつとかでちょっとあの金が入っててキラッてしてるとか、 なんかなるべく三部紐とかねなるべくいろんなパターンのものをと思って選ばさせてもらってたんですけど、この丸いけど細いっていうのがちょっと珍しくってね、そうで丸グミなんですね、丸グケじゃなくってね、ああそうかそうやね、そうそうそう、丸グミやね、ねグミでしょ、なんかこういうのちょっと珍しいし楽しいなっていう、こんなこうしてもいいよね、そう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 、でこのねなんターコイズとも言えない、まあ、青緑なんですけど、うん、ちょっと珍しいアンティークっぽい色なんですよね、うん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 、なのでアンティークとかがお好きな方とかでも合わせやすい、うん、アンティークの置物にこういう、うん、帯を持ってきて、うん、で小物でね中和させ、うん、揃えていくっていうのも面白い合わせ方かなっていうふうに思います、うん、かあとはもう正統派、さっきも、前回出てきましたが、うん、もうこのド正統派、そう吉田好みですほんまか言われるかもしれんけど私そんなん豊か言われるかもしれんけどね、こうとか、いやこれこっちすっごいすごい素敵ですよね、かっこいい、うんうん、これこっちもいいよね、いいと思いますよ、やっぱ帯締めってやっぱりねあのそこ差し色として、これこっちもいい、こっちもいい、あ
ちょっとね、さすが、ね、色の天才色の魔術師、色の魔術師、ここに水色入れる発想なかったですね。いや、ちょっと聞いて可愛いよね。可愛いです、可愛いです、可愛いです。なんか爽やかな感じになるので、なんか栗山さんっぽい。あ、ここに水色が入るのが、この配色で。なるほど、うん、自分にとって全然なんかナチュラルやった、うん、これはいいでしょ、これは紫あるでしょってみんな思いつきそう、うん、いいよね、いいです、いいです、いいです。いやいやいや、あ、で裏もいいとこ、うん、ね、はい、これもいい、うん、このこっち、これはもういいよね、うん、今から秋の感じ、クリスマスでもいけそうですね。ああ、いい ね、はい、これね、繊維が竹麻っていう生地なので、うんうん、縦が麻で横に竹の糸が入ってるっていううちのオリジナルの生地なんですけど、もう年中使っていただいていいかなと思ってます、うん、だから今日もね、帯締めどうするってなるね、うん、季節感を、夏物がいいのかなとかって言いながら、でもやっぱりどっちもいけそうな、うん、あの帯締めをわざと選んでみてきました。暑いですしね、うん、暑い時期の方が長いし長い、爽やかに締めれそうだとか、うんうんうん、あとこういうゆるぎとかなると、ゆるぎ系やね、これ系ですね、系ですね、うん、なると割と比較的長い期間締めれるの で、3分目はもちろん季節ないので、ないので、だこういうの持っとくとね、うん、便利、いいの便利かなと思います。もう季節分からへん、私選べへんっていう人だったら、うん、もう三分紐にして帯留めしとこうっていうのね、うんうん、安心安全です。もちろんその季節季節のものを楽しむ、季節に合わせてっていう楽しみ方も着物の楽しみの一つだとは思うんですけど、うんうん、ね、まあ、あの自由に楽しめるところはそうやって、ね、うん、工夫していかれるといいのかなっていうふうに思います。これはもうあの大久保さんと三つ子コーデ結構たくさんできたんで、たっぷりでしたねちょっと大急ぎな感じはあったんですけどでしたね、はい、ありがとうございました。こちらこそで楽しかったです。いやー、そういうことで嬉しい。私はもうできた時にめっちゃいいのできたと思って、うん、いや本当にそう思います、はい、もう本当に力込めて作ったので、うん、ただ半幅帯なんで半分に切ってるので、うん、2本ずつです。はで、これ結構ね、結構手間なんですよ、ですよ ね、表作って裏も作ってになるので、貴重、この世に2本ってことですもんね、同じ色のものはね。そうそうそう、そうなんですよ。だから一応 ね、ま、あの今度10月に着物サローネがあるので、うん、そこに持っていこうと思って準備してるんですけども、うん、もちろんそこで全部が完売するわけじゃないので、うん、あのとまた作ってはいきますので、うんうん、あの機会があればぜひお手に取っていただきたいなと思ってるんですけど。早い者勝ちですか。そうですね、お争奪戦ですね、これは。そうですね、でも走ったらダメですよ走ったらダメですよ、うん、それまでにでも絶対とかってもうこれだけはっていう方いらっしゃったら、うん、お問い合わせしてもらうとかそうやねの方がいいんですかね。いいね、うん、でうちの方はね、あの小売してないので、うん、一応、まあ、どこか窓口に通していただいてという形なので、うんうん、もちろんあの吉沢着物着付け教室の方に通していただいて結構です、結構ですよここまで後から行って、はい、あのまあ元々ね、他でお買い物されてて、うんうん、うちのを変えてるってところにお付きされても結構ですし、うん、そうですよね、はい、そこはあの皆さんのご都合のいいように、うんうん、でこれはもう仕立て上がってる前幅4寸2分で出来上がってます。長さが4メーターちょっとぐらいです。ちょうどいいです、うん、長めにできてますので、うん、一応標準的にご着用いただけるかなと。で全部柄がありますのでどこ締めてもいいので、うんうん、あのちょっと比較的大きめの方でもそうですね、結びやすいというか合わせやすいと思います、はい、っていう商品になりますので、うん、ぜひぜひどうしようかな考えていただけたら、ね、なんか直接見ていただきたいなっていうのも、その色の変化とかも楽しんでもらいたいなって思うから、当ててみてほんまに、ね、うわーってやってほしいですよねなのでぜひぜひね、サローネ、はい、来ていただいて、うん、ブース番号38お待ちしておりますブース番号48ですお待ちしております11がそうお近くなんです。実はよろしくお願いします。はい、今回はね一挙ご紹介しましたけれども、あとちょっとね雑談したいなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。はい、あのありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。楽しかったです。私実は初出演なんです。そうそうそう
実はなんです。そう、いつもいつもいるから。吉田先生の時もね、そう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 、いるからのでそれがもう安心感やったんで、私にとったら先生は安心なんやけれど、でも先生喋りすぎるとこがあったから、そうそうそう、止めないとね、誰かがね、っていう意味では大久保さんいるのは私頼りになるっていうかね、嬉しいです。で、何もかもこうちゃんとこう、うん、コーディネート、コーディネートっていうか、その時間のコーディネートも含めて、うん、いろんなとこのコーディネートがすごく上手というか、うん、それはもう先生やる時から思ってたし、うん、すっごい褒めてもらえる、うん、いや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 、もう、うんうん、ありがとうございます。でもこのもののコーデしてはるところはやっぱ先生を立ててくれてはったから、うん、一回口を挟まはることがなかったんですよ、うんうんうん、でさあどんな風になるかなって、私はちょっと楽しみな部分もあったんやけど、もうきっと見てくださった方も安心して勉強になったんじゃないかなって。嬉しいです。私もね、実は緊張するんじゃないかなってちょっと思ってたんですけど、うん、まあ、あの優子さんがね、まあ、あの上手に全部こうしてくださるので、もう好きな好き放題思ったことだけ喋ってたっていう感じで、あっという間に終わっちゃいました。あ、よかったよかった、うんうん、ね、でもそれってこのコーデすることが楽しいっていうのがもう根底にあるよね。それはそうかもしれないです。もうね、うん、初めからあるから、うん、ただあのお話も上手やったんは常にやっぱり生徒さんとお話しするのに慣れてらっしゃるから、どうしたら分かりやすいやろうっていうことを、やっぱり先生ってそういうとこ上手よね。これが吉沢流です。そう、でもやっぱりこう合わせ方もなんか吉沢メソッドありながらも、うんうん、あの大久保ゆかり風も混ざってたから、うんうん、そこすごく私は楽しかったです。へ、うん、もう素直に なんでしょうね。でも商品のあの力もあると思うんですね。これ合わせたいなっていう気持ちになるっていうか、別にその考えてこれにはこうしたらこうだろうみたいな、こう理論的なことよりもこう湧いてくる、あ、これかわいいみたいな、あ、これ素敵とか、うん、そういう気持ちで今日はさせてもらってました。あ、よかった、うん、楽しかった。でも多分きっとね、見てはる方もそんな感じやと思うんですよ、ね、そう、そう、うん、それでいいと思う。でときめいたやつでいいと思うんですよ。そう、そんな、もうおすすめとかやってやらせてもらってってるのにあれだけど、うん、もう好きな選ばはったらよしよって、得なんならそれでいいよ、って思いますよ ね、うん、最終的にはね、そう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 、どうかなっていう反応あるけど、うん、いいよ、いいやんって、うん、いいと思ったんですってね、好きなんやろって、うん、いいやんって思うよね思います、うん、なのでね、悩まれる方多いと思うけど、うん、自分がときめいたらいいよね。そうです、そうです、楽しむのが一番だと思いますね。うん、あ、それとさ、うん、一応サローネで、うん、吉沢明子着物着付け教室ブースあるでしょ。あります、あります、48、はい、48番ブースです。え、何があんの。いいんですか、宣伝させてもらって、今回、敦賀にある、うん、名護呉服店さん、うん、違う、うん、名前間違ってる、着物庵名護さん、あ、違う と、共同出展させてもらってるんですね。なるほど、うん、あのうち着付け教室もその名護庵さんのところにお世話になってたりとか、うんうん、あと乙女立て締め、うん、はい、使ってます、はい、使ってます、うん、を、取り扱いもしていただいてるお店さんでもあるので、今回同じブースで一緒に出させていただくっていう形になってます。じゃあ、ブースに行ったら、はい、ま、だいたいいないでしょ。いないんですいないけど、いないんです。名護さんはいそう、名護さんはいてはって、スタッフさんもいらっしゃって、乙女立て締めもあります、うん、とちょっとね、名護さんのところとコラボさせてもらって、うん、ちょっとオリジナルの商品今もっか制作中なんで、もうすぐ、そうなんです、楽しみ、出来上がってくるかなと思うんですけど、きっと合うだろうなっていうものも、はい、あるので、それは名護さん宣伝しはるよね、きっとね。私もすると思います。うん、ぜひチェックしていただいて、そうそう、あれ、インスタぐらいがいい、よく宣伝するの。そうですね、インスタが多いですね、うん、Facebook とかインスタグラムとかってよく宣伝させてもらってるので、うん、じゃあそこら辺チェックしていただいて、何が出来上がってくるのかね、うん、しかも近くらしいので、うん、あのお立ち寄りそうそう、コーディネートをしてもらえるといいかな、うん、はい、乙女立て事務もね、はい、
白もあるし、はい、ちょっと色のやつもあるし、ありますで、あとシャのやつはシャもあります。ある、うん、で今回サローネでしか出さないカラーっていうのもあるので、ちょっと復刻版っていうのがあって、そうなので、あのサローネにお越しいただいた方のみが直接、まあ、普段はあのオンラインでだけしてますとかっていうのなんですけど、直接ご覧になっていただいたとフィッティング試着ができるので、あの悩んでらっしゃる方とかはぜひ使い方をレクチャーしてもらって変えていただけるといいし、あとまあそこら中走り回ってる私を捕まえてもらえればピューンってあの F1 とかみたいなピューンって通ると思うんで、その時にこう今なんかゆかり通ったそうピューンってそうと捕まえてください。なるよね、はい、ぜひぜひ、うん、どうしてもね、あのいろんなところでお手伝いされてたりするので、そうなんです、ちょっとお忙しくされてるとかあるけれど、うんうん、でもあのお店の方がいらっしゃるよね。そうです、あの、うん、吉田区キッズ教室 の、 あの方がいらっしゃる、スタッフがいらっしゃるので、うん、その方捕まえて、はい、お止めだて締めを求めてもいいもらってもいいし、で新しい新商品確かめてもらってもいいし、はい、フィッティングについてご相談いただいてもいいし、今度着付け習いたいんですけどというご相談を、ね、あもうぜひ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 、どんな風にして運営されてるかとか、うん、どういうプランがあるかとかいうのをお尋ねいただいて、ね、でもはい大丈夫です、はい、うちはねこれからねどんどんまたさらに来週もあの商品紹介していこうかなと思っているので、いいですね、はい、気になるものが、うん、気になるものが、ね、気になるものが、うん、考えめっちゃ頑張ってるから、うん、チェックいただいてですよね、あの辺のものもちょっと気になるなと思って、うん、あの辺でしょ、あの辺のやつ見えないテーマぜひぜひ ね、これからもねちょっといろんなところで協力してお仕事できるといいなと思って、そうですね、あちょっとそうですね、あの今楽しみなことが一つそうやね、ね、うん、まあ、思い浮かぶことがまたあるので、ね、はい、ぜひぜひなんか交流できたり、うちのあのスタッフもねこういう先生来てくれると金毛の姿を見られるっていうのは勉強になったりするので、はい、いろんな意味でね、なんかこう着物業界っていうかね、うん、盛り上げてっていうか楽しむっていうのをね、うん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 、広められたらいいなと思っています、思ってますので、はい、これからもどっちもチェックしていただいたら嬉しいかと思います。はい、本当に今日はね長い時間どうもとんでもないです、ありがとうございました。ありがとうございました。栗山工房片隅チャンネルは毎月第1第3木曜日の9時から配信しております。チャンネル登録いただいていいねボタンもよろしくお願いします。コメントやったりチャットの書き込みが励みになってますので、ぜひぜひ書き込みの方よろしくお願いします。はい、また次回動画の方でお会いしましょう。さよなら。さよなら。次回は来週までね。